1対1同点の千葉ロッテマリーンズ1回の裏、そして3番の角中、今日はマリンフェスタ、マリンブルーのユニフォームを着ての一戦です。ロッテのこのブルーというのは薮田さん初めてですけれども。そうですね、僕の現役時代の時はもうないですし、はい、見るのは初めてですよね。その昔は何色でしたっけ。ピンクです、ね、桜色でしたね、はい。センターへ、センター交代、なお交代、下がる、頭上を越えるか、越えました。勝ち越しのランナー根本ホームイン、3連打角中センターオーバータイムリーツーベース、2対1あっさりロッテ逆転。1回の裏、これが今の開幕してのロッテ打線の怖さであります。1、2、3番3連打シングルヒット、3塁打あり2塁打ありという、そして4番の今江が、戸村の立ち上がりはどうご覧になってますか。打たれてますが、打たれてるのがね、全てまっすぐなんですよね。ははなのでそれほどボールの方も、うんうん、来てないのかなと、キレの方が少ないのかなっていう感じはしますよね、はい。やっぱ結構もうロッテ打線の方が、全部芯を食ってますから、